この時間は横浜 F マリノス対浦和、こちらの一戦をお届けいたします。オフドスタッドゥスタディオンで行われる本日のゲームです。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。横浜 F マリノスがこの試合は 4-3-3 のシステムで立ち上がり臨んできました。今は変わりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよね。そうですね。基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよね、はい、そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね、この場合ですとアンカーですよね、はい、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど。F マリノスのキックオフでスタートです。横浜 F マリノス対浦和、エキシビションマッチが始まりました。サイドを紹介です。左から右に F マリノス、反対側右のエンドからが浦和となります。マルコス・ジュニオール、ティーラト、マルコス・ジュニオールへ、中川へのボール、エジガル・ジュニオ、早速シュートを打ってきます。ものすごいコントロールでしたけどもね。この試合の最初のシュートはエジガル・ジュニオ、柴戸、このボールはつながりません。マルコス・ジュニオール、マルコス・ジュニオールからエジガル・ジュニオ、柴戸、西、長いボール縦へ、さあ興梠へ、ふわっと裏を狙う、松原、柴戸、興梠へのボール、緩いボール、渡ります、クリアです。ボールはクリア、もう一つ前に行きたい、このクリアボール拾いたい、浦和最終ラインまでボールを下げる、武藤、武藤、ルーズボール、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。マルコス・ジュニオール、これはつながりません。武藤、さあ今日は立ち上がり両チームとも悪くない印象です。まだ序盤ですけども両チームとも、武藤先制、今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。
いや目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。畑中、大木原、よく組み立てる木田へ。F マリノスはこの前半の序盤に先制点を奪われてしまった状況です。早い時間に先制点を取られてしまいましたからね。若干硬くなっている部分はあるかもしれないですよね。大木原、ティーラトン、大木原。 F マリノスは現在1点差でリードされているもポゼッションでは相手を上回っている状況です。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当。エイジガール準備を、サイドを使います。ティーラトン、ティーラトンからこのフィードパス。 F バリドスとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。これはどうだ、ルーズボールになる。田中、西、田中へ、岩波、牧野へ、長いボールを送ります。左サイドのドリブル、さあ繋がるか。いいオーバーラップですよ。松原、マルコス・ジュニオールへ、ティーラトン、大津へのボール、エジガル・ジュニオ、エジガル・ジュニオから中川、スルーパスを狙う。マルコス・ジュニオールから松原、まあクリアが精一杯ですよね。田中、ボールを下げてリズムを作るか。田中へ、西、ゆるく狙ったボール、この位置でボールを受けます。クロスを選択、クリアです。小泉、フェイントで抜き去ります。裏へのスルーパス、スペースにいいボール出たんですけどもね。また中央へ、牧野、岩波、柴田、西、このパス回し、プレスからボールがこぼれる、武藤対応します。中川、小泉、前半29分が過ぎました。縦へのボール、ここで丁寧にボールを扱う。中人数揃っている、さあ中央へ、ちょっと小さい。マルコス・ジュニオール、スペースを狙う、抜けた、クリア。このピンチをなんとか脱します。西、田中へ、小泉、大きくサイドチェンジ、 F マリノスボール。
松原、マルコス・ジュニオールへスルーパスを出す、裏へ飛び出した。さあカウンタースピードを上げたいところ、武藤からコーロッキー、さあどうする、さあどこに出してくる、仕掛けるタイミングを図る、コーロッキーチャンスを演出できるか。中川、F マリノス、起点となるアクションが欲しい。一人で駆け上がる F マリノスとしては、この 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか。それ中川が倒されます。レフリーの答えはイエローカード。これはちょっと心配ですね。ここ拾って次につなげたい。浦和、武藤、サイドチェンジ、長いパスがつながります。マリノスがこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくてもリスクを犯さない程度にいい形を作って後半につなげたいですよね。柴田、岩波、岩波から長いボール縦へ、西、コーロキどうする、コーロキから右サイド、小泉、中川、大津、エジガルジュニオへ、大津へ、エジガルジュニオへのボール、さあ独走、いやわずかに右へそれました。まあ距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。長いサイドチェンジ、さあここからの展開、裏へ届くか、武藤、ここはクロス、クリア、このピンチをなんとか出します。松原、マルコス・ジュニオールへ、大きいサイドチェンジ、扇原、田中、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。結果前半1対0、 F マリノス前半に先制されハーフタイムを迎えています。できれば前半のうちに追いつきたかったですよね。うまく進めきれませんでしたしね。後半どれだけ早いうちに自分たちのペースに持っていけるかですよね。横浜 F マリノス対浦和、それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半スタートです。 F マリノスとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。牧野へ、大きくサイドチェンジです。柴田、サイドのスペースへ走らせる、上げてくる、クリアです。荻原、マルコス・ジュニオールへ、さあエジガル・ジュニオ、
チェックを受けながらのドリブル。オッズ、旗が上がっています。オフサイドです。西川、大きく前線へ。田中、裏を狙う。西、田中へ。この位置で受ける。田中へ、柴田、この柔らかいパス、クロス、荻原、マルコス・ジュニオールへ。大津、裏のスペースを狙う。越えた。このクリアボール、次へつなげたい。ディーラコ、畑中、ジアゴ・マルチンス、木田へ、中川、さあエジガル・ジュニオ、大津、マルコス・ジュニオールへ。さあ左サイドへ、撫でるようなボールタッチ。荻原、荻原からティーラトン、荻原。 F マリノスは現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか。後半1点差と2点差ではだいぶ状況が変わってきますからね。失点に気をつけながら早い段階で追いつきたいですよね。次の得点がどっちに入るかで今日のゲームの形は大まかに決まってきますよね。大きく縦サイドチェンジ、このパスがつながります。柴田、チャレンジはしません。後ろに流す。ここでワンツーを見せる。裏へ出るか、必死のクリアですよね。サイドへ、また中央へ、大津へのボール、エジガル・ジュニオ、田中、コーロキへ、コーロキから左へ、武藤へのボール、武藤からコーロキ、コーロキへ、ルーズボール。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。 F マリノスとしては負けていますけども攻撃が形になってるんですよね。これは早めに1点決めていかないともったいないですよね。小泉、サイドを使います。ふわっとしたボール、このクリアボール拾いたい。ここはキーパー処理しました。いいプレッシャー。牧野、牧野、大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。コーロキ、右サイドへ振って、ここは間合いを取る。入るか、裏は奪い返します。足元大事に行きます。中に合わせてくるか、この柔らかいパス、これ仕掛けるか、
木田、マルコス・ジュニオールへ、木田へ、畑中、扇原、扇原から大きく縦へ、中川、また中央へ、大津へ、荻原、マルコス・ジュニオールへ、松原、ここ来ましたよ、まだボールをキープ、上げる、直接行ってしまいました。 F マリノスとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ティーラトン、扇原、畑中、チアゴ・マルチンス、松原、畑中、ティーラトン、畑中、木田へ、大きくサイドを変えます。松原、マリノスが最終ラインまでボールを下げる。マルコス・ジュニオールへ、マルコス・ジュニオールへ、大津へ、浦和、ここクリアで難を逃れます。丁寧に足元を使う、扇原へ、扇原からクロスボール、ボールはクリア、オフサイドになります。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。F マリノスボール、ボール受けてシュート、このボールは流れてしまいます。ファーサイドミス、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応、仕掛けるか、畑中、また中央へ、来た、これはまだある、いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。畑中、また中央へ、大津へのボール、チャンスを演出できるか、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。武藤、これもファールですもんね。クリア、このピンチをなんとか出します。
牧野から長いボール縦へ。手元の時計3分を切っている状況。サイドへ西、プレッシャー大津。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。Fマリノスとしてはもう残りこの時間でなんとかしたいところですよね。荻原サイドチェンジ、いいプレッシャー。ボールを下げてリズムを作るか。浦和落ち着いて時間を使います。スルーパス、武藤中央へ、これはクリア。ダメ押しゴールとなるのか。これはもうだ。ここで笛です。2対0、 F マリノス敗れました。これは残念でしょう。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。 F マリノスとしてはこうするんだっていう一つの指針のようなものが見えませんでしたよね。ですから何かチグハグになってしまうという形から抜け出すことができませんでしたよね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。マリノスが2対0シャットアウト負けを喫しています。